1978年の日高岩内駅と周囲約500メートル範囲。右上側が日高町方面。駅の両端を小川に挟まれた仮上工場スタイルの鉄骨コンクリート製の簡易型で、ホーム上向川側に開放型の待合所を有していた。右下に猿川が流れる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成日高岩内駅は、北海道猿郡日高町技山段に存在した、日本国有鉄道府内線の駅である。府内線の廃線に伴い、1986年11月1日に廃駅となった。所在地近辺の地名より、岩内線に岩内駅との区別のために、旧国名の日高を冠した。岩内の名称は、アイヌ語の岩内に由来すると考えられる。 廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の南側に存在した。点鉄器を持たない防線駅となっていた。開業時からの無人駅で駅舎はなかったが、ホーム西側で入り口付近に、ホームに屋根が掛けられた形の待合所を有していた。2011年時点ではさらになっており、雑草に覆われているが、付近の線路跡は、 霧道市場で残存していた。また、駅跡の日高町方にある沢にカルバートが残存し、その先にはトンネルの高校や溶壁、落石防止用フェンスが残存していた。ありがとうございます。